はい、いつもご視聴ありがとうございます。進藤です。淡い色、まあ、どんな色というとですね、まあ、基本的に、まあ、キャメルとかグレーとかベージュを僕は想定しているんですけれども、これをですねうまく使いこなせるとすごく優雅に見える、こうちょっとリッチな雰囲気にも見えるし、あとは優しくて、柔らかい印象を与えることができる色なので、この色をうまく使えば淡い色のコーディネートだけではなくて他のアイテム、例えばネイビーだったりブラックだったりっていうようなよく使う色、組み合わせが効きますので、コーディネートの幅は自然と広がる、使いやすいアイテムが増えます。こちらをですね間違いなく選ぶのが一つ正しい選択だとは思うんですけれども、まず一つアイテムを一つピックアップしてそこから発展させていただきたいと思います。そういう着こなしを紹介したいと思いますので最後までご覧ください。サンタニエッロのカシミヤのドローストリングのストレッチパンツ、このドローコードのパンツに関しましては、後ろがゴムになってまして、正面がこうドローコードが出てます。で、ベルトループがついているので、例えばこのコードを中にしまってあげると普通のパンツのように履けます。で、このコードを前に出してやると前でこう蝶々結びをしてですね、少しスポーティーな印象のトラウザーズとすることができます。で、素材自体は、カシミヤとストレッチを混合にしたカシミヤストレッチのフランネルですから、非常に柔らかい着心地で、さらにストレッチの快適さもあります。で、私のおすすめはですね、通常履いてるサイズのワンサイズぐらい大きめを履く方がこのパンツの良さが引き出るんじゃないかなとは思いますが、タイトなものが好きな方、細身の方が似合う方っていうのはいらっしゃるので、これは個人の好みに合わせて選べばいいと思います。じゃあこれをスタートにしてどういう淡い色のコーディネートをするかというとですね、グラデーションコーディネートじゃなくてちょっとコントラストつけたパターン、これにですね、例えばこの白い、これはですね、飲み屋のフィッシャーマンセーターなんですけれども、このフィッシャーマンクルーネック、これですね、100% カシミヤのもので、少し厚みのある5ゲージと言われるものですね。で、リブ編みになっておりまして、非常にもう何の変哲もないクルーネックなんですけれども、すごくこうリッチな感じに見える、そういうアイテムです。で、カシミヤの柔らかさ、この白さと、このライトグレーのこの色のトーンですね、これすごく合う色だと思いますので、まあ、こういうトーンで合わせていただいて、もちろんこれだけでもいいんですけれども、例えばこのままシーズンが先に行きますよっていうことになった場合ですね、このインナーに T シャツの代わりに、例えばこのグレーのプルオーバーのカノコのシャツを着て、このカシミヤのニットを着て、その上にこういうキャメルの CPO ですから、白とグレーとキャメルっていうのをこうミックスしてやることによって、これどの色も非常に相性がいいですし、どのアイテム自体も他のものと組み合わせた時にも威力を発揮するというか力を発揮する、そういうパターンのアイテムです。なのでこれはコーディネートとしても非常に優れてると思いますし、単品アイテムとして見た時もこのコーディネートだけじゃなくて他のコーディネートにも使えるという、そういう特性がありますので、まあ、こういう組み合わせを考えながら選んでいただくと、今の色なんかは全て使いやすい色ですので、淡い色のコーディネートを考えるときに突拍子もないこうトーンのものを選ぶよりは、今ご紹介しているようなこううまく馴染む色を選べばいいと思います。次ご紹介するのは、これはですね、先ほど紹介したカシミヤのパンツと同じブランド、サンタニエドなんですけれども、特徴はワンプリーツ、深めです。腰回りにゆとりがあって、裾に向けてテーパードしていくというシルエットです。で、今季のものに関しましては、裾はカジュアルにジーンズカットと言われるですね、ステッチで叩いた、そういう仕上げになってます。で、このパンツ、少しボリュームがあって、シルエットが新鮮に見えるので、あとは、すごくオーソドックスな組み合わせでいけると思います。足元はブーツとか履いていただいてもいいですし、スニーカー履いていただいてもいいです。今回はまあちょっとスニーカー合わせようと思うんですけれども、ここにですね、こういうちょっとベージュの薄い、これはですねベージュのマイクロヘリンボーンのグアナコカシミヤのフィンジャックのジャケットなんですけど、これをですね、ジャケットのこうボトムとして、まあ、グレーとベージュこれ絶対合いますから、こういった組み合わせを作ってですね、ここの中にですねちょっとこれはですね、飲み屋もの
エブシャンエジプシャンコットンのプルオーバーシャツのブラウンで、これちょっとグレーの雰囲気とグレイッシュなブラウンが入ってるので、これをジャケットのインナーに着て、このグレーのパンツを合わせてやるということで、非常に調和の取れたコーディネートになってくる。で、この上に例えば冬は本当に真冬ということになれば、こちらでご紹介するこれですね。例えばこのゼニアの14ミクロンのウールにですね、中は化学綿のすごくこう最新のものが入ってます。で、これを入れることで非常に軽く暖かく着れるというですね、そういったアウターです。この組み合わせをするだけで、このアイテム非常に何でも合わせやすいです。このブラウン、これ難しそうな色に見えるんですけれども、ベージュと組み合わせても、グレーと組み合わせても、ネイビーと組み合わせても、非常に相性いい色です。男性の方が使う色で、合わない色があんまりないというようなところで、この色難しそうですけれども非常に重宝する色ですね。ちょっと今度ね、コートをね、僕ちょっと先に紹介しようと思ってて、このコート、これはですね、ダブルフェイスのキャメルと内側がブラックになったもので、仕立て自体は石鉄と言われる生地を2枚くっつけたものを裂いて手かがりで仕上げた、生地だけで仕上がっている非常に軽量のコートです。このコートですね、アルパカとウールの混紡で、アルパカ 55%、45% ウールというそういう素材になってます。で、このアルパカという素材は非常に軽い素材で、繊維の中が中空になってて、温度をこう一定に保ってくれるという機能があるというですね、中南米に生息する動物としては非常に機能素材としても認められている天然繊維です。そのアルパカの素材にこのカシミヤのグレーのパンツを合わせてやる。で、ここであんまり甘くなりすぎるコーディネート、例えば先ほど紹介しているような白のニットだったり、他ライトグレーのニットを合わせてグラデーションっぽくトーンをおとなしくっていうコーディネートも一つできますけれども、例えばすごく寒い時、これですね、5ゲージのカシミヤの、フルジップのニット、これはドライバーズニットと言われるもので、どちらかというとですね、トラックの運転手がこういうのを着てたというところで、イタリアではトラッカーズニットって言われるんですけれども、カミオニスタっていうのかな、言うんですけれども、ジップアップでジャケットの代わりに着れるブルゾンのようなニットです。ですからこれ1枚で当然 T シャツの上に着て出かけることもできますし、寒い時はこの上にコートを羽織ったりということで防寒性もありますし、あとは僕実はこれこういうシリーズのものも持ってるんですけれども、家の中でくつろぐ時に着るにも非常に温度調整がしやすくて脱ぎ着がしやすいので、非常にニットとしても優れものの T シャツの上にこのニットを着て、ブラックをグレーの中に入れて、その上にこのキャメルのコートを着るというコーディネートをすれば、インナーのブラックとこのブラックがちゃんと落ち着くっていうのと、キャメルとブラックっていうのはキャメルの甘さをブラックがぐっと引き締めてくれるということで、コーディネート自体が甘さも持ちながらよりこう男らしい強さっていうのを組み立てられるので、僕はすごくおすすめのコーディネートです。トラディショナルなグレーと、ちょっと甘さがあるキャメルから、それに力強いブラックが加わることで、コーディネート自体非常に雰囲気のあるコーディネートになると思いますので、ぜひこういうブラックを使ったコーディネートにもキャメルなんかは使えるんじゃないかなというところでですね、淡いアイテムを使っています。でも全てのアイテムは使いやすくてコーディネートしやすい。ぜひですね、キャメルだったりグレーだったりブラックっていうものをうまく使えるコーディネート、着やすいものを集めながらうまく組み合わせる、それをこう頭の中に置いていただいて、アイテムを選んで、お買い物していただければですね、洒落たコーディネートでそこまで肩肘張らずに自然体でいれるリラックスしたコーディネートが楽しめると思いますので、ファッションの参考にしていただければと思います。マスタープランオフィシャルストアという私どもで経営しているオンラインストアでは取り扱っております。疲労のショールームでですね、ショールーミングサービスというのもやっておりまして、リアルショールーミングサービス、これは予約制になるんですけれども、私どものウェブサイトの方から予約をしていただくことが可能になります。オープン日に関してもサイトに記載しております。毎月最終土曜日、これがですね、時間は決まっておりますけれども、予約なしで来ていただけるショールームオープンデーというふうにしておりますので、ぜひですね、その時お時間ありましたら
そこでお足を運びいただいて、ものを見ていただいても良いかと思います。皆さんお忙しい中お聞きいただきましてありがとうございました。イベントの告知をさせていただきます。11月の2日から5日まで京阪百貨店森口店の7階京阪ギャラリーさんにて、トラディショナルスタンダードさんの2023年秋冬のイベントトゥモローズクラシックに参加させていただくことになりました。3日から3日4日5日はですね、私がですね直接店頭でスーツのオーダー、ジャケットのオーダーをお受けいたします。こちらがですね6階のプレミアムサロンになります。10時から18時、大阪京阪百貨店さんで開催いたしますので、ご興味ある方ですね、店頭の方にお問い合わせくださいませ。詳しい情報はそちらでお知りいただけます。概要欄に連絡先載せておきますのでよろしくお願いします。